梅咲きぬ。山本周五郎作。どうかしたのか、顔色が少し悪いように思うが。直輝の気遣わしげな眼差しに、かよはそっと頬を抑えながら微笑した。お目障りになって申し訳がございません。昨夜とうとう、夜を明かしてしまったものでございますから。どうして、何かあったのか。はあ。かよは、腫れぼったい目元で、恥ずかしそうにちらりと夫を見上げた。病身というほどではないにしても、骨細のたおやかな体つきで、濃すぎるほどの眉にも、紅をさしたような赤い口元にも、どこかしらん、脆い美しさが感じられる。直輝は妻の目元を見てうなずいた。そうか、歌か。はい、寛也の梅という題をいただいているのですけれど、どう読みましても、古歌に似てしまいますので。一首もなしか？明け方になりまして、ようやく。それは見たいな。直輝は袴の紐をキュッと締めながら言った。支度が済んで居間へ戻ると、茶を立ててきた佳代は恥を含みながら一枚の短冊をそっと差し出した。お恥ずかしいものでございます。直輝は手に取って繰り返し、口ずさんでいたが、やがて静かに天目を取り上げて、妻を見た。一昨日であったが、横山が妻女の話だと言って、お前にはもう間もなく、因果が下がるだろうと申していたが、そのような話があるのか？はい、つい先日、そういうご内談はございました。ですけれどまだ私は未熟者でございますから。つつましく目は伏せたけれど、そっと微笑する口元には確信の色があった。因果が下がったら、歌会でも催すかな。そう言って、直輝は立った。隠居所へ行くと、母の彼女は、古い小切れを集めて何か剥ぎ縫いをしていた。母上、ただいま途上をつかまつりまする。ご苦労でございます。彼女は眼鏡を取り会釈を返してから見送るために座を立った。家父、家臣たちと共に直輝を玄関に見送った彼女は嫁と廊下を戻りながら、その顔色の優れないことに目を留めた。かよは夫に問われたよりも、心苦しそうに、つい夜更かしをいたしまして、と低い声で答えた。そういえばあなたのお部屋の窓に、いつまでも証が映っているので、お消し忘れではないかと思いました。そう言って、彼女はふと嫁の目を見た。それで、歌はお出来になりましたの？はい。かよはドキッとした。夜更かしをしたといえば、歌を読んでいたということはすぐにわかるはずではあるが、その時は妙に不意をつかれた感じだった。しばらく、あなたの歌は拝見しませんから、ご金作と一緒に持ってきて拝見させてくださらないか。ご覧いただくようなものはございませんけれど。予感というのであろう。かよの心は強く咎められるような不安を感じた。彼女は部屋をきれいに片付け、こう焚いて待っていた。この屋敷には梅の木が多かった。
とりわけ隠居所の前には亡き主三郎左衛門が宗龍と名付けた古木があって、きっくつとした木ぶりによく青苔がつき、いつも春ごとに最も早く花を咲かせる。今もまだ他の梅はつぼみが硬いのに、ここではもう梢のあちらこちら柔らかくほころびかかっているのが見えた。濡れ縁から部屋の畳一畳ほどまで日が差し込んでいた。微風もなく晴れたうららかな朝で、いかにも春の近いことを思わせる暖かさだった。かよはきちんと座り、膝の上に重ねた自分の手をじっと見守っていたが、一睡もしなかった疲れが次第に出てきて、ともすれば気が遠くなりそうなほど眠気に襲われた。昨夜お読みなすったのはこの寒夜の夢というのですか？十枚ほどある短冊をゆっくり見ていた彼女が最後の一首をつくづく読んでから言った。はい。見事にお読みなすったこと、本当に美しく、見事なお歌ですね。お恥ずかしゅうございます。わずかな間に大層なご上達です。これだけお読みになればもう女のたしなみには過ぎたくらいでしょう。彼女は短冊を静かに置き、優しく嫁の顔を見やりながら言った。もうお歌はこのくらいにして、また何か他の稽古事をお始めなさるのですね。さあ、今度は何をなすったらよいかしら。かよはいっぺんに眠気から覚めた。加工を見たいと言われた時の不安な予感が新しくよみがえり、恐れていたことがやはり事実となって現れたのを知った。お言葉を返すようではございますけれど、もう少しお稽古を続けさせていただけませんでしょうか。まだ道の端も覗いたようには思えませぬし、ようやく地数を揃えることができるようになったばかりでございますから。それでも噂に聞くと、あなたにはもうすぐ印鑑が下がるそうではありませんか。それだけ上達すれば十分です。あなたは体があまりお丈夫ではないのでから、今度は少し、なぎなたでもお始めなさるがよいでしょう。はい。かよはそれ以上何と言うすべもなく、うなだれたままそっと加工をまとめて立った。ナオテルがお城から下がってきたのは、もうすっかり暮れてから後だった。藩主、加賀の神綱則が在国中でずっと御用が多いため、下城はいつも遅れがちであった。風呂から上がり、食前に向かった彼は、妻の様子が朝とは格別憔悴しているのに気づいて、昨夜、眠っていないということを思い出した。夜を徹したからといって、武家ではそうむざむざと昼寝をすることはできない。早く寝所へ入るがよいな。そう言って彼は、食後の茶も早く切り上げ、自分は書斎へ証を入れさせて立った。四五日は何事もなく過ぎたが、ナオテルはやがて妻の様子が、いつまでも沈んでみるのに気づいた。どこか悪いのではないかと尋ねると、そんなことはないと答えて、寂しげに微笑むだけだった。それであるよ、そっと妻の部屋へ行ってみると、かよは証の陰で、加工を咲き捨てていた。どうしたのだ。不意に入ってきた夫を見て、かよは取り散らした。保護を慌てて押し隠そうとした。お待ち、どうしてそんなことをするのだ。かよは黙って悲しげな目を上げ、
すがるように夫を見上げた。直輝はその目を見て事情を了解した。母上がおっしゃったのか。はい。言ってごらん。何とおっしゃったのだ。かよはなかなか言わなかったが、直輝に促されてようやく先の日のことを告げた。私今度こそやり遂げてみたいと存じました。鼓の時も茶の湯の時もそれほどではございませんでしたけれど、和歌の道だけは奥を極めてみたいと存じておりました。言葉が感情の咳を切ったように彼女には珍しく情の熱した調子で言った。かよはふつつか者でございますから、母親様のお気に召すようには解消もございませぬけれども、自分ではできる限りお勤め申しているつもりでございます。体が弱いためお子を設けることもできませぬし、いろいろ考えますと私もうおやめ、それ以上はわかっている。直輝は優しく遮った。お前が良い妻だということは母親もよくご存知だ。二千石の稼いを取り仕切ってゆく苦心がどれほどのものか、わしにはわからないが、母親にはお分かりになる。お前ほどの若さでよくやってくれると、折に触れてはおっしゃっておいでだ。ただ、母上のご気性が、言いかけて直輝はふと口をつぐんだ。彼は母の人柄を尊敬している。世にまたとなき母だと信じている。彼女は身分の低い家に生まれ、16の時この多賀家へ嫁いできた。多賀は前田家の重職の家柄で、父の三郎左衛門は若年寄りを務めていた。育ちが低いのでどうかと危ぶまれたが、彼女は二千石の家世を見事に切り盛りした。その点では賢婦人と名に立ったくらいである。彼は今でも覚えている。父が臨終の時、ふと母の方を振り返って、お前とは35年も一つ家に住んできたが、とうとう一度も、叱る折がなかったな。そう言ってかすかに笑った。本当に、三郎左衛門は一度も彼女に荒い声を立てたことがなかった。そういう母であったが、一つだけ、どうにもならぬものがあった。それは、物に飽きやすい気質だった。老職の妻として教養を身につけたいという気持ちであろう。家政を取るいとまに茶の湯、花、琴、鼓などという芸事を随分熱心に習った。また聖徳さかしい彼女はその一つ一つに優れた細分を表して、その道の人たちを驚かしたものであるが、どれも末を遂げたものがなかった。もう一歩というところまで行くと必ず飽きて捨ててしまった。ではもうやめるかと思うと、次には絵をやり、連歌を習い、詩を勉強し、俳諧にまで手を伸ばした。そしてどの一つもついに奥を極めるところまで行かずに捨ててしまった。加賀の神綱則はその頃天下の名宰相と言われ、文治、武治ともに優れた知識を挙げたが、中にも学芸には最も力を注ぎ、なある巨樹名将を招いて大いに藩風を信仰した。新井白石は歌集を天下の諸夫なりと言い、お牛空井は下越の三州に休眠なしと言った。また民の僧、
光線は文仙王の知性に比して、さらに数歩を進めたるものとさえ称した。名高い加賀の能楽も綱乗りのようにしっかりと金沢に根を下ろしたのである。こういうありさまなので、自然武家の婦人たちの間にも、文学、技芸が盛んだった。歌会、茶会、謡曲の集いなどがしばしば催され、随分優れた才媛も現れた。彼女はそういう人々の中で常に頭角を抜きながら、何一つ、据え遂げたものがなかったので、あれだけの才がありながらと、その飽きやすい気質を惜しまれたものであった。佳代が多賀家へ貸してから3年になる。実家にいた時から鼓をやっていた彼女は、多賀家へ来てから夫の許しを得て稽古を続けた。しかし半年ほどすると姑の彼女が、もうやめたらどうかと言い出した。鼓はもうそのくらいにして、茶の湯を稽古してごらん。もう少しと思ったけれど、佳代は姑の言うままに、鼓をやめて茶の湯を始めた。前に一応道が開いているので、進み方も早かったし、興味も深くなったが、また半年ほどすると、それをやめて和歌につかせられた。その頃、中野院道見教の門人で、菅間志津という歌学者が前田家に召し抱えていた。佳代はその門に入ったのである。11、2歳の自分から、新古今調の手ほどきを受けていた彼女は、鼓や茶の湯の時より格別熱心に学び、演奏の成績もめきめきと上がった。この道こそ奥を極めたい。自分でもそう思い、師の増津もとりわけ親切に指導をしてくれた。当時は華道などにも口伝秘伝などというものがあって、それは師の威発を継ぐものか、よほど終罰なものでないと与えられなかった。彼の目覚ましい進歩は間もなく、その奥義許しを受けられるところまで来ていたのである。こういう反面に、無論彼女は多賀家の主婦として立派にその務めを果たしていた。武家で二千石という大身の方で、家来小物の数も少なくはない。家政の切り回しも粗忽なことでは難しいのである。佳代は若いけれども姑の指導を守ってよく働いた。夫に仕えることも定説だった。そのことは親族の間にも評判で、多賀の嫁は姑に劣らぬ出来物だと言われるほどだった。だから直輝も和歌の道だけは佳代の才能を十分に伸ばしてやりたいと思っていたのである。それが鼓や茶の湯の時と同じように、またしても母からやめろと言われたと聞いて、彼は少なからず当惑をし、同時にまた昔からの母の移り気な性質を思い出したのであった。母の気性がと言いかけたまま、ややしばらく黙っていた直輝は、やがて妻を励ますように言った。他のこととは違って、お前の和歌の才だけは格別だ。私からそれとなく、母上にお話申してみよう。それでは、でもそれでは私がお訴え申したようで悪うございますから。それほどもののわからぬ母ではない。残った草稿は捨てずに置くがよいぞ。彼は夫の温かい気持ちを胸いっぱいに感じながら、先残した加工をつつましく集めた。その明くる夜、直輝は隠居所を訪れた。数日前から歯切れをつづり縫いしていた母は、
ちょうどそれを仕上げて日のしをかけているところだった。座布団を細く小さくしたようなものである。何がお出来になりましたと聞くと、かよにやる肩布団だと答えた。あの寝部屋は冷えますからね。それにあの人はあまりお丈夫ではないから、これを肩に当てて寝るといいと思って。それはさぞ慎重に存じましょう。言いながらナオテルはふと微笑した。しかしなんだか話が逆でございますね。どうしてです?それはかよから母上に差し上げる品のように思われますよ。でも私は丈夫ですから。そう言って彼女も苦笑した。愛しているものでなければそういう細かいところに気のつくはずはない。母はかよを愛している。ナオテルは今目の前にその証を見たと信じた。それで若のことを話し出した。もう間もなく奥義の因果が下がるというところまで来ているのだし、その才能にも恵まれているようだから、火星に触りのない程度で稽古を続けさせてやりたい。そういう意味のことを自分から頼むという調子で、静かに話した。彼女は黙って聞いていた。ナオテルがすっかり話し終わるまで黙っていたが、別に反対はしなかった。それもいいでしょう。と言っただけですぐに他の話を始めた。何のわだかまりもないさっぱりとした調子だった。ナオテルは安心して隠居所から出た。明くる朝だった。ナオテルが途上すると間もなく、僧侶が見事に咲き始めたから、見に来るようにと呼ばれて、かよは隠居所へ行った。暖かい日が続いたためであろう、若枝や梢の方に膨らんでいたつぼみがおよそ渋型、一斉に咲き出していた。まあ見事でございますこと。思わず声を上げながら、濡れ衣に座ろうとするかよを、彼女は部屋へ呼び入れて相対した。それでかよははっとした。呼ばれたのは、梅を見るためではない。姑の目はいつもの優しい中にきっとした光があった。若のお叱りだ。そう直感した彼女は何も言われない前からもう胸の塞がる感じだった。今日は私の思い出話を聞いていただこうと思いましてね。彼女は静かに言った。年寄りの愚痴話です。これまで誰一人打ち明けたことのない恥ずかしい話なのです。聞いてくれましょうか。はい、伺わせていただきます。堅苦しく考えないで、膝を楽にして聞いてくださいよ。かすかなコチが梅の香りをほのかに送ってくる。彼女はその香りを聞き澄ますような静けさで話し出した。私が、タガの家へ嫁いできたのは16歳の時でした。実家の身分が低く、稽古ごとも思うままにはならなかったので、私は本当に何も知らぬ愚かな嫁でした。嫁いできてから10年というものは、まるで闇の中を手探りで歩くように、やっとその日その日を、送っていたようなものです。ただお母様がお情けの深く、良いお気のつく方だったので、この方を一人を頼りに一つ一つ家政を覚えたのでした。そのお母様が亡くなって、
一人歩きしなければならなくなった時は、どんなに悲しく、心細かったことでしょう。しばらくの間は全く途方に暮れてしまいました。そしてこれではならないと立ち直った時、私はこういうことを考えました。それは老職の家の妻として、恥ずかしからぬよう、またとかく強量になりやすい女の気持ちを広くするため、何か一つ教養として芸を身につけたいということです。私は夫の許しを得て、茶の湯を始めました。彼女はそこで言葉を切った。そしてそっと目を伏せ、やや長いこと何か思い出す風だったが、やがてまた静かに話を続けた。自分の口からこう言ってはさぞ、さかしらに聞こえることでしょうけれど、私は茶の湯の稽古で大層才を認められました。芳媒の噂にもなり、お師匠様からも折り紙をつけられるというところまで行ったのです。その時私は茶の湯をやめました。かよはじっと姑を見上げた。夫も惜しんでくれました。知り人の誰彼もしきりに続けるように勧めてくれました。けれども私はその時限りやめて、次に宝生流の笛のお稽古を始めたのです。笛の次には鼓を習いました。連歌や詩や絵などもお稽古をしました。その中には茶の湯のように、人に優れた才を認められて、どうかして据え遂げるまで、やり抜くようにと言われたものも、一つや二つはありました。でも私はどれにも奥底までは行かず、九分通りでやめてしまったのです。世間では私の才を惜しんでくれました。また私が飽きやすいと言って、笑いました。夫さえも時折は、移り気なことだと、にがじがしげにおっしゃっていました。かよさん、私が芸事を次々に変えたのは、移り気からだと、お思いになりますか？彼女は静かに嫁の目を見やり、考える時間を与えるように、一句ずつ区切りながら続けていった。武家の主はご主君のために、神明のご奉公をするのが本分です。そのご奉公に傷のないようにするためには、いささかでも家政に緩みがあってはなりません。主のご奉公が神明を閉じているように、家を預かる妻の務めも神明を打ち込んだものでなければなりません。家政の切り盛りに怠りがなく、夫に仕えて定節なれば、それで女の務めを果たされたと思うかもしれませんが、それは形の上のことに過ぎません。本当に大切なものは、もっと他のところにあります。人の目にも見えず、誰にも気づかれぬところに。それは心です。夫に仕え、家を守ることの他には、塵もとどめぬ妻の心です。学問諸芸にはそれぞれ徳があり、習い覚えて心の糧とすれば人を高めます。けれどもその道の奥を極めようとするようになると、妻の心に隙ができます。いかに寮の名人でも一時に
二度を追うことはできません。妻が身命を打ち込むのは、家を守り、夫に仕えることだけです。そこから少しでも心をそらすことは、目に見えずとも、不貞をいただくことです。母上様、かよが突然そう言いながら、ひれ伏した。突き上げるような声だった。そして、ひれ伏したその背がかすかに震えた。私、謝っておりました。かよさん、彼女はうなずきながら言った。もうおっしゃるな。年寄りの愚痴がいくらかでもお役に立てば何よりです。そしてその覚悟さえついておいでなら、歌をお続けなさっても結構なのですよ。静かに微笑しながら言う彼女の老いをたたんだ顔にはかすかな影もなかった。武家の妻としての生き方の厳しさ、その厳しい生き方の中でさらに峻烈に身を辞してきた彼女の腰方こそ、人の目にも触れず、耳にも伝わらぬだけ、創設をしのいで咲く、深山の梅のかぐわしさが思われる。こんなものを作りました。やがて彼女は歯切れを継いで作った肩布団を取ってそっと嫁の前に押しやった。あなたのお寝間は冷えますから、これを肩に当ててお休みなさい。これでなかなか暖かいものですよ。その日、お城から帰った直輝は、妻の顔色が見違えるように、さえざえとしているのに驚いた。どうしたのだ。何か大層良いことでもあったようではないか。そう言うと、かよは、胸に包みきれぬ喜びを訴えるように言った。母上様から、頂戴物いたしましたの。なんだ。知ってはいたが、わざと直輝はそう聞いた。肩布団でございます。ご存知ではございませんでしょう。かよはむしろ、ウキウキしたとも言える調子でそう言った。休みますときに、枕と肩との間に当てるものでございますの。老人の使うものでしょうけれど、私の体を案じて、母上様がご自分で作ってくださったのです。それがそんなに嬉しいのか。旦那様にはお分かり遊ばしませんでしょうけれど。かよはそう言いかけ、ふと目を上げて、己を顧みるように言った。私も、母上様のように、やがては嫁に肩布団を作ってやれるような、良い姑になりたいと存じます。